ちょっと何してんの。内臓がめちゃめちゃだ。この肉体は死ぬ。どうした？長い。やめろよ。もうその辺にしといたら。命拾いしたな。おい、行くぜカナ。君は彼女いるんだね。行こう。何でもないや。村野、泉君、その子話せよ。それはダメだな。でもお前は帰っていいぜ。新一、右に寝てろ。やめて！待てバカ。いい加減にしなよ、三つお。カナ。数が多いだけで勝った気か、この芋野郎。黙れよ。いつかまた新一も連れてここに。新一か。父さん。母さんが警察に行ってあの化け物を。父さん、父さん。私の仲間が現れた。こちらに近づいてくる。あの男は戻っていないのか。母さん。新一、違う。あの男はやはり死んだのか。いや、あの場所に戻ってもう一度確認する必要があるな。隠してたことは全部話すから。だからもう悪い冗談はやめてよ。新一。時間がない。私自身が心臓と一体化する以外にない。さっきのやつは頭への移動に成功したようだが、私の場合はそれ以上の冒険だな。大丈夫ですよ。ですからね、お見舞いにいらっしゃるとき着替えとですね。今すぐ行きます。父さん。
新一。母さんだ。こんなに辛いのに。新一、俺の方は大丈夫だから、2、3日ゆっくりしたら家に戻ってほしい。着替え持ってきたよ。そう、浜辺の近くにホテルがあるそうだから、そこに泊まるといい。病院のすぐ裏か、こりゃいい。新一、黙っていようかと思ったが、やはり話すことにした。重要なことだ。一日のうち4時間ほどの間、私は完全に眠ってしまう。つまりこの4時間の間に敵が現れれば、全てが終わりということだ。新一、仲間だ。距離はちょうど300メートルほど。浜辺の方角だ。新一、念を押しておくぞ。なんだ。いいんだな、殺して。いい、あんな奴がこの世をうろついてるって想像するだけでたまらないんだ。奴だ。よくも母さんを。動くな。奴じゃなかったか。でもどうせこいつも化け物なんだろう。ちょっと待ってくれ。こりゃ珍しいな。てかよ。うわ。本当だ新一、脳は無傷だ。呼吸をしていない。このままではこの肉体は死ぬ。ねえ、話してよ、君のその右手のこと。そうだ、話してみろ。はあ、ひどい、ひどすぎるよ。それで君はずっとこの病院のそばに。僕は隣町のホテルで働いているんだ。君の言う敵が現れたらすぐに連絡するよ。宇田さんだ。来たよ、パラサイトが一匹。君の敵に間違いないと思う。君が来るまでなんとか引き止めておくよ。何言ってるんです。人間の脳が残ってると分かったら問答無用で攻撃してきますよ。新一、来たのか。もう一人。違う、眠い。そんな嘘だろ。せめてこの形で。おい、できるなら逃げてくれ。早く始末されろ。もう一人仲間が。なぜだ、殺したはずなのに。一秒でも早くお前を殺す。殺してやる、お前も。お前も。それじゃ宇田さんは。バカだ。信じられん。宇田さん、くそー。
1秒でも早く殺す。母さん、母さん、今その化け物を。死ぬ。無駄さん、君がやっちゃいけない気がする。なぜだ、お前までなぜ生きている。だからてめえの触手が突き刺さる寸前に心臓と重要器官の位置をずらしたのさ。母さん、ではやはり君に頼む。その少年を殺さず監視観察してほしい。泉新一か。よう暇人、また女をさらいに来たのか。やつはいるか。ちょうど来たぜ。おい泉、三尾が用事だったよ。またここか。てめえカナとやったのか。ああカナってあんな。大丈夫、何でもないよ。あ、もうじきあの階段を上がって。ミギーの細胞が全身に散らばってから随分感覚が鋭くなった。今聞こえた。泉くん、ごめん、先行ってて。助かるか。内臓が潰れていて修復は不可能だ。10分以内に死ぬぞ。残念だけどお前のこと助けてやれないよ。泉くん、こいつもうすぐ死ぬんだ。心臓が止まった。行こう、もう遅刻だけど。え、泉くん、なんてことするの、信じられない。もう死んだんだよ。死んだ犬は犬じゃない。犬の形をした肉だ。村野、犬の形をした肉なんてセリフ、むしろ私が使いそうな表現だ。はじめからこうしていれば村野にも嫌われずに済んだのに。仲間が来た。どうする。とりあえず人目のあるところで会ってみよう。会う敵と。我々の敵とは限らん。それ来るぞ。やあ泉くんだね。お前は。島田秀夫、最近決めた僕の名前さ。まずは君と。いや、私には超能力がある。しかもこれは運命の赤い糸を感じる力。こんにちは。何か。ごめん、人違い。おかしいな、てっきり泉かと。人違いっていうのはさ、顔が似てたり後ろ姿が似てた時にだろ。ちょっと何するの。あの声は。お前何の真似だ。助けて。もし俺の身の回りで何か起きたら真っ先にお前を殺す。何度も言うけど君と争う気はない。何あいつ、目つきも危ないし。